新アルバムインジビルスペシャルトークイベント生中継ですが、残念ながらそろそろ本編の終了で、あら、お時間となっております。<ら>は,いはい、ね。いろいろと、あ、ここで記念撮影の、あ、ツイートをやると。なるほど。ほほさあ、ちょっとね、一個ね、ちょっともう話が盛り上がっちゃったんで、 いや、あのー、コーナー一個飛ばしたんですけども、はい、ここでやってみたいと思います。本当はね、オープニングでやる予定だったんですけども、わかりました。インジビ、インビジブルツイート。インビジブルツイートというですね,ね。ずっとね、インビジブルが言えてないで、ね、インビジブル。インビジブル。鳥の頃さん、ずっと言ってないからね。インビジブル <laughs> それはもう本当ごめんね。<laughs> 横文字弱いんだ、俺。ツイートということでですね、こちらの企画は、まあ、至ってシンプルということで、はいえー、今回のスペシャルイベント、そしてニコ生、生中継を記念して、今からウィンズの皆さんにツイートをしていただきます。 はい。<ー>はい。ツイートをするのは、えっ、ー、と、皆さんの、えー、公式のアカウントですかね。そこでツイートしていただくということで、はい、えーね、ツイートするときに写真を1枚載せて、えーはい、載せたいと思うのですが、うんあ、その写真は今ここで撮影していただきます。<ー>はい。えー、ツイートが拡散されることで、えー、アルバム、そしてですね、ニコ生の情報も広まってくれたらいいなということでございます。はい。 じゃあ、行きましょうか、大丈夫ですかこれは、あれですか、自分たちをるそういうことです、みんなを、皆さんを、まあ、でもいいでですかきれば3、ーショットですかね、もしかしたらちょっと顔はやめてっていう人もいるかもしれませんから、ですかもしだめだったら、これ、貸しますけどね、そうです。

プラダでしょ剥がれるようになってる自由にいろんな種類付け変えたりできるすへえ早く撮ってもらっていいですか圭太君ありがとう俺もそれが言いたかったですよねなんかあれみたいなのあるんですかそのあないんですね特に何もない者僕撮りましょうかいいですかあちょっと今入れてくんねえんだから LINE 来てるんで LINE やるなよ LINE とかいいわ今 LINE 返されてください えでも自撮りの方がいいいんじゃないで,すかでもスノーではいみんなで撮ったスノーがいいこの人数、スノーとかできないでしょ、多分俺、スノーね、消しちゃったんですよ、あ消今ないんですよ、うん、そうそうそう、まあ螺旋階段もね、使ってでもいいですし、いいですね。はい さあその。かわいい。どうあ、ミスだ、ミそうそうそう。インビジブル。おいいね、いいね。これはぜひともツイートで画像を載せていただいて、あっ、こういう写真が出来上がったんだということで。あいいですね。素晴らしい。じゃあ、あとでツイートしましょう。じゃあ、この後にツイートしていただくということで。まあ、後ほど、まあ、皆さんもね、後でツイート、ツイッターを見て、チェックしていただきたいと思います。さあ、というわけでね、なかなかやってまいりましたけども。 まあ、あっという間だったどうでした楽しかったか楽いよー富どころさんとねやっぱりやると早いですよ、ね、早いですね楽しそうしょう MC がいいとなんか本当い,いねこのねはい空気感がええー、じゃこれも第三回目うん運動会もう内容まで決まっちゃう <laughs> そこまで決めた <laughs> 助走で運動会 <laughs> いいのいいその企画通りますよ <laughs> おねえ、ときょうとかありますそういう感じですよ痛い、このさ。ちょっとね、やる気満々じゃねえかよ。<laughs> <laughs> もうすでにハマってるかもしれない。<laughs> <laughs> <laughs> まあまあ次回はね、もしかしたらそういうのもあるかもしれませんが。えーえーさあ改めてね、告知いただきましょうね。はい。さあ、こちらですね。今回の、出ますかね。はーい。 画像が出ないということで。あ、出ますはい。というわけで、w i n ズ1 2作目のアルバムフル、フルアルバムですね。はい、インビジブル。インビジブル。はい。本日3月15日に、S、リリースとなりました。はい。はい、さあ、LP サイズ特製ボックス仕様の初回版 A には、リミックス CD と取り下ろしの、取り下ろしブックレットを 入ってるということで、はい、さらに、付属のブルーレイには約60分のスペシャルムービーとメンバーのソロインタビュー、うん、シングル3作品のミュージックビデオとメイキングなどの映像を約120分収録した豪華版、うん。このボリ,ボリュームがすごいですね。盛り盛りです。すごいですよ。盛り盛りですよね。盛り盛りですよ。ねえ。僕もなんかそのそ、個人でまたそのインタビューを取って、 そうですねその個人インタビューもありますし、はい、3人のインタビューもありますしね、いや本当ろいろ、初回映画はすごい、ィですと、ね、いやういやてか、もう本当、本当ぜひとも初回版映画を、ねうん、手に取っていただきたいですどっていうぐらい、本当、今回のアルバムのなんかこう、神髄が感じられますうん、うんうん、なるほど、ぜひとも映画、映画を、見てくだささいとぜひぜひさあそしてですね、発売イベントもありますね。 一斉サイン会、そして握手会も、え明日からそうです、そうなんですよ、実は、明日福岡行くんでもう明日福岡なんですね、はいすごいな、16日が福岡で、その次の日は仙台、大阪、そして東京都、もう全国回るということで、すごいな、もうこれ、移動で、本当疲れないでくださいね、移動が結構疲れますよね、年取ると。 最後の一言やめてください。<laughs> そんな、最後の。そんなところで30代感じなの <laughs> ねえ、もう本当、まあ、あのー、ね、今日会場に来れなかったことはね、ぜひね、各地でね、はいえー、イベントありますということでございます。そして、ウィンズライブ、ライブツアー2017、インビジブルも決定はい、ありがとうございます。さあ、こちら、ツアー初日は7月20日、木曜日、埼玉、 スタンシティ越谷市民ホール大ホールで始まりまして、はいはいね、ずーっと7月20日からスタートします、そして最終日は9月27日、ね、日本武道館。えー 武道館だけでかい、かし、もしでかい、もしでかい。なんとやよ、でかいね。ファイナルは日本武道館で、館ではい、やるということで、こちらは約3年半ぶりと、ねうね、いうことになってますけども、はい、ねえ、こちらも僕、もう7月、もう今コメントも行くよと。ありがとうございます。ありますよ、これ。ねえ、すごい行くっていう中でサイン会外れたっていうね、悲しい、<laughs> 悲しいメッセージもありましたけども、ねえ。<laughs> これも楽しみですね。はい、すねそうですね。うん、もうこのアルバムが本当にウインズにとってすごく自信作にもなってますし、はい、新たな一面を見せれる作品になってるので、うん、ライブも絶対ね。うん、また新たな一面をお見せできることができるんじゃないかなとなるほどはい思ってます。これはもう皆さんね。楽しみに待っててください。さあ、その他のですね。詳しい情報はウィンズのオフィシャルサイト、そして twitter をご確認ください。ということでございます。さあ、それではですね。最後に。 この放送もちょっともう終わっちゃいますけども、はい、メンバーの皆さんから一人ずつちょっと感想をですね、はい。ファンの皆さんに一言ずつメッセージ感。感想ですか。いいはい。いや本当にあのー、本日はねお集まりいただきありがとうございます。<laughs> はい。ダメです。いや素晴らしいですなんか。三十、はい、代らしいなんかすごいなんか。いやー本当ねこんな遅くに集まっていただいて申し訳ないなと思いつつねでもこういう楽しくわちゃわちゃな空間もね。うん ウィンズ最近は楽しんでおりますのでまあ本気出して夏はちゃんとライブやりますので <laughs> <laughs> まあこういう時間もね <うん S 1> たまにはいいんじゃないのかなというニューアルバム頑張りますので皆さんよろししくお願いしますす <laughs> そうですねまあこのに今日来てくださった皆さんもまあニコニコ動画を見てくださってる皆さんもね、あのー ちょっとウィンズのアルバムを聴いてあの楽曲とかけ離れたトークを聴いてすごくね、あの一体、こいつらはどういうグループなんだとねちょっとこう、<laughs> なかなかこう着地できないような気持ちで多分、富所さんもね、僕たちがこうライブやってるところとか見たことないんでいやもう本当に行きたいんでですすよよそううね、はい、もうあの本当にライブだけはさっきも良平君も言いましたけども、はい、ちゃんとやってるんで <laughs>。 あれ、あ<の>いつもと違うって感じがるそ,うそうです。<laughs> なのであのぜひねまたあの夏にお会いできたらなと思いますぜひ遊びに来てくださいありがとうございますはいニコニコ生放送見てくださった皆さんありがとうございました <laughs> とりあえずね以上ですか、うんまあ、このシンプルの中に思いが詰まってるんで、はいまあ、それは皆さんに受け取ってください優しいな本当。<の> 優しい。いや、ほんと、最初から最後まで。続きあるんかい <laughs> あ,あるかい。喋るんかい。さあ、それではですね、番組は以上となります。番組終了後にはですね、会場の皆様限定のアフタートークもございます。<laughs> さあ、本日のお相手は、<laughs> ウィンズの皆さんと富び残でした。アルバムインビジブルリリースイベント、そしてツアーでお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。 またな。